あのご飯食べてうんこして子供作って服だったってあと死ぬだけなの。そのだけで中でどれだけのことを自分なりに考えたり動けたりするか。でも社会があるから社会的な制約を破ることなくすれすれの中で破ってねえじゃねえかって言えばそれまでかな。すれすれの中で生きることを無限に考えた方がいいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。サウナについて山口監督お願いします。私は自分でストーリーを考えるときに何のテーマも考えずにどんどん書き続けて、でそこから削ってやっていくみたいなことを撮っているんですけれども、北野監督はいろんなジャンルの作品を撮ってますが、何かテーマみたいなものを持ちながら作品を撮っていらっしゃいますか？あ、俺はね、ほとんどテーマはないです。何を撮ろうという、最後のシーンっていうのをすごい聞いて、それは写真のような映像を思い浮かべて、その写真の映像にどういうストーリーで持ってくるかっていうことをすごい考えて、それは4コマ漫画でもないで、師匠出てるみたいな考え方を、まず4つの写真を作って、その4つの写真がこう2つとか3つずつ、こうネズミ谷式みたいにして、分割して、何千カットというふうに増えていくだけだから、この絵なんだ、欲しいのはっていうのが何カットかあるぐらいのもんで、そのために撮ってるんで、主張というのは、それを見た人が、この映画は何を言いたいかというのは評論家に任せた方がいいんじゃないかという、自然とそういうふうに撮ってくれば映画が視聴しだすんで勝手に、だから時々、昔の仮構成みたいにその過当な労働の仮構成に載せられたんだ共産党の映画みたいなことを作ろうとは思わない。結果的にそれになってしまったっていうのはしょうがないかなって。映画って中であるんで、役者を見てその人の役がこのセリフなのにこの人をやらしてみたら全然イメージ違うなと思ったら、バックショットにするかセリフを変えるかいろいろ試行錯誤して、最悪の場合カットもらうけれども、であまり首にするのは好きじゃないんでカット数を減らしたり、その分も違う人が増えていくと映画自体が変わっていくんで、それはまあ生き物だからしょうがないかなと思う。だから、こういう映画を撮りたいんだっていうのは僕の場合ですよ、ない。他の監督はこういう映画を撮りたい、よく外国行ってバカな質問があって、あなたはこんなの映画で何を言いたいんだっていうのがあるけど、口で言えるぐらいならフィルム撮られるんだろバカ野郎って言う、なんで口で聞くんだよ、見ろよって思ってるの。それからあなたの好きな一番映画はって、次の映画に決まってるじゃないかっていう、そういう評価よくあるんだけど、映画って生き物だから、そんなにこれだこれだっていうのはなくて、何カットか好きなシーンをどうやってそこの奥に持ってるかっていうのは、自分の撮り方だけど、自分はそうやってます。ありがとうございます。いかがですか？テーマは必要ないなって自信を持ちました。ありがとうございます。サウナについて矢川監督お願いします。よろしくお願いします。ですね、人にあらずという映画で、今回ピアノ審査賞を受賞しました矢川と申します。僕は東京芸大でジミーさんの教え子なんですが、今日質問したいの、今ちょっといろいろ言われてしまったのでちょっと考えてたんですけど、聞きながら、なんかこうよく周りの監督たちと話をするときに、いつもこう議論になるのが、その作品に対してさっきもおっしゃられてたんですが、全部自分が撮ったことやった演出っていうことのそのに対するこう質問がお客さんから来たときに、全てこうその理由みたいなのを語れなきゃいけないんじゃないか監督の責任としてっていう議論によくなることがあって、ただそのこういう場で例えばその映画のあのシーンはどういう意味だったんですかっていう
問が来た時に全部こう監督はそれを説明できなきゃいけないんじゃないかっていう議論になる時があるんですけど、ただその、うん、僕はその いずれその死ぬ身としてそのじゃあ死んだ後に自分は語れないっていうところもあって、その結局その僕はなんか映画にやっぱその託すっていう考え方になるんですが、そのなんていうんですか、監督 その説明責任っていうか、その映画に対する責任っていうのをどこまでこう監督が意識してるかっていうのをお伺いしたいなと思います。あのお客さんがこう受け止めなきゃいけないっていうことだと、下手すらナチスドイツの映画になってしまうんで、うん、もっとフリーでいいわけで、いい映画悪い映画っていうのはお客が勝手に見えることで、時々あのドイツなんか行くと、あのシーンで右から人が入ってきてパッと背中を向けて帰っていきましょうか、あれはどういう意味ですかって質問があって、それ映っちゃったんですって言ったら、ひっくり返ってましたね。映っちゃったもしょうがないじゃないかって言ったら、あのっていうか、あとあの海の日が何で出てくるんですか、好きだからって言うと、だから何でも理屈を求めたいんだけど、説明して分かることと分かんないこともあるし、ほとんどがあの要するに宇宙も地球も分からないことだらけなんで、我々は何で今これまでこういう状態にいるかって理由なんかないわけだから、だからそれほど監督が自分の作品に一言一言答える必要はないし、どう思いましたか、良かったか悪かったくらい、あとどれが良かったのっていうのは、あのシーンねって、僕もあのシーン好きですよぐらいでいいと思う。で、こう思ってくれなきゃいけないっていう理由はないわけだから、だから俺はまあ人の映画を見る、まあ、あんまりよく見ないですね。たまに見てこのシーン素晴らしいでしょと思うのが大嫌いなシーンもあるし、でもそれは悪いことではなくて、大好きだって言ってる人も OK だし、大嫌いだっていいわけだから、それを監督がこう見てくんなきゃ困るなんていうことは全然ない。監督、映画は基本的には監督のもんだから、うん、自分がいいと思った映像を見てもらうっていうことが、その評価は必要ですね。そのぐらいのことをする商売なんで、それでなおかつお金儲けしてビッグになっていったら結構涼しいことだから、まあ最初はもうとにかく自分の撮ったものを見てもらうという、でそれの中に自分の主張したいことを、自分はこういう映像が好きなんだってのがもし入れられたら、それで幸せだと初めは大事だと言ってる人も OK ではないかと思いますけど。はい、あの今の言葉をね、次の作品を取ります。ありがとうございます。ありがとうございます。さあどうでしょうか、まだちょっと聞きたいところ、なかなかこういう機会もありませんから、もし質問したいという方が、はい、では、残りの方どうぞ。お願いします。僕の話なんですけど、僕の映画にやったら個性がない、個性がないすごい言われて、すごい個性を出せって言われるんですけど、個性なんて映画にいるのかっていうのをすごい思ってて、でなんか映画に個性を出すという面についてちょっと聞きたいんですけれども、ちょっと坂津さんが考え、昔の、なんだろう、個性ってね、面白くてね、ある程度何本か映画撮るとね、自分はあの北の海行っていて、柳島ってカメラマン、カメラっていう照明、これをずっと使ってるの、16本なの、全部、録音はすぐに同じ人、だから北の海って全然変わってないの、そうすると個性っていうのはね、人の映画を見た時にパッと照明と割れて、カメラマン、あ、お前らやったろって言うと、手で当たるね。うん、あいつらが撮った映画、ゴーなんて映画は、後ろのスタッフが撮ったんだけど、ゴーって映画見たときに、あ、お前ら裏でやったろって言ったら、あの映画お前らの映像じゃないんだって、照明の当て方がないからって。だから、それは癖だけど、まあ癖を個性とは言わないけども、大体そういうふうに出てくるもんであって、いきなり最初に、ドーンとあの個性を出すなんてことはありえないと思う。2回目気がなくなるし、徐々に作り上げていくもんで、まあ、片っぽにその、なんか、アンティークの焼き物とか、そこなんか時代を得ないと、良さが分かんないってこともあるじゃん。それと同じような考え方した方がいいと思う。ただ、続けることが一番重要なもん。
続けてるうちに人があんたの個性を見つけてくれると思いますよ。自分であまり個性を出す必要はない、自分でいいと思ったことをやるのが一番いいんじゃないですかね。ありがとうございます。よろしいですか。はい、ありがとうございます。さあ、8人の、ね、方々にお伺いしますけども、北野君、この皆さん の, この質問というか着眼点というか聞いていかがでしたか。だからみんな真面目すぎるよね。そう、映画に対してもっと不真面目じゃないとどうだっていいんだと思わないと、うん、何も言う映画に人生なんかかける必要ないんだから、うん、どうだっていいことなんだ別に。だってあのいろんな人がいるじゃない、国家に命をかけるとか命なんかかけてる場合かバカ野郎と思う。だから余裕を持って引いた自分を俯瞰で見て、それで自分だった時は自分だから、常に自分を俯瞰っていうか引いた目で自分の動きとか考え方を見た方が追い詰められなくていいと思う、うん、俺なんか遊びで絵を描いてるんだけど、一時何を勘違いしたんだか、オリジナルの下手すらピカソとかコンフォを任せてやろうなんてとんでもないこと考えて、こんなことやってたら24時間絵の描いて何にも描けなくて、その姿をパッとこう深くて引いた絵で自分を見たとき大笑いしちゃったから、俺は何をしてるんだと思ったことなんです。だから常に客観的なこと、映画って客観的なことだから、うん、それを撮るときと引いたときの区別をちゃんとしてもらえると、こういう映画一筋みたいなことになるの。映画一筋とか、なんとかどうとか、日本でそういう言葉が好きだけど、そんなことはない。うん、だから誰が映画撮ったっていいし、うん、当たる映画と当たらない映画もあるし、俺なんかわけのわかんない、最近暴力映画ばっかり撮ってるし、うん、それはなぜかというと、客が入るからだけであって。本当は俺、亡くなるばっかりちょっと嫌だなとは思ってるけど、まあ次の映画を撮ってみたいと思ってるけどね、まあ、そういう風な社会との妥協も必要だし、うん、だから難しいですけどね。だけども難しいんだけど、あまり難しい世界にあまりのめり込むことなく引いてみて、やるときはのめり込んでほしいっていう、その強弱をつければいいと思います。どうもありがとうございます。さあ、では続きましてですね、北野監督と若手監督の皆さんに加えまして、海外からのゲストをここでお迎えいたしまして、海外から見た日本映画についての印象、そしてご意見伺ってまいりたいと思います。ではご登場いただきたいと思います。お二方です。トニー・レインズさん、そしてクリスチャン・ジュンヌさんです。どうぞ皆さん拍手でお迎えください。どうぞご登場ください。トニー・レインズさん、そしてクリスチャン・ジュンヌさんです。どうぞお越しくださいました。さあ、ではお二方のプロフィールを簡単にですがご紹介をさせていただきたいと思います。向かって左側です。トニー・レインズさんです。世界的に有名なフィルムメーカー、映画評論家、キュレーターでいらっしゃいます。ロンドンを拠点に活動され、バンクーバー国際映画祭、ロンドン映画祭のプログラミングをはじめ、釜山国際映画祭とロッテルダム国際映画祭にも携わられ、東アジアの映画に大変造詣の深い方です。中国、韓国、日本映画に関する著作も残されています。そしてもうお一方、クリスチャン・ジュンヌさんです。ジュンヌさんはカンヌ映画祭オフィシャルセレクションのディレクター代表補佐でいらっしゃいます。20年以上カンヌと共に歩んでこられました。これまでに審査員を務められた映画祭がシネマリア国際映画祭、釜山国際映画祭、ドバイ国際映画祭、バンコク国際映画祭、ムンバイ映画祭、香港国際映画祭など、アジアの映画にも大変造詣の深い方でいらっしゃいます。今日はこのお二方に海外からの目線で日本映画について語っていただきたいと思います。レインズさん、ジュンヌさん、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ皆さんご視聴ください。北野監督も、皆さんも、お話しの皆さんもどうぞお願いします。どうぞお願いします。さあ、まず、私の方からご質問をさせていただきたいと思います。お二方ともは日本映画に大変造詣がお深いということです。